さあ、催すという字にきますね。まず、人面を立ち木に持ってきます。下の方から立てね。上の位置から山を描きますね。少しだけ内側に入って閉じます。ちょっと山の内側から45度、縦を辺よりも長く持ってきます。この点が先です。横、縦を持ってきたらここを3等分。これは上より短め。最後の線は一番長くて真横に止めます。